楽しかったよ、今日めっちゃ楽しかった。なんか少しだけします 終わってそのままちょっと配信しようかなって思って。ない、大丈夫そうって煽ってんの？ ヒロカピとモモちゃん？他のところにいるかもしれない。胸元、あ、気をつける。ありがとう、教えてくれて。ちょっと待って、確認。あ、これ見えないから大丈夫だ でもね、ダメ、こうやって隠そう よいしょ。これだと見えないでしょ。なんか大丈夫なのか。大丈夫だった。気がちょっと気になったね。ありがとう。多分教えてくれなかったら普通に出てた 出てたかもしれないね、4日ね。そう、まさかの、そう、4日、あの、会えます。はい、会えます。それやべえ本当だ、やばいよね ポロリしてたりして、一生切り抜き出される。絶対嫌だ、マジで嫌。そう、4と7、そうなんですよ。全然いるんですよ嬉しいね、すぐに会えるあれだっすね。あ、大丈夫ですねえ、それな、気をつけな。なんかね、そう、今日ね、そう、話し会でちょっとだけ人生相談してくれた人いて、なんか申し込むから当たったらいろいろ受付出ていく。お、奇跡的に私がその時間にいたらいいね。でも私多分大体早めだと思うよ。でも最近なんか一番面人気だから、ちょっと分かんないんだけど、4日、会いたい会いたいね。なんでお話し会来てくれなかったのこんばんは、ちっちゃんからありがとう。今日の服マジでなんかさ、なんだろう、チューリップ畑とかにいそうじゃない？わかる？わかんないよね、絶対わかんないよね。でも可愛いんだよ、後ろ可愛いでしょ、ほら、可愛くない？私そうだよ、お仕事だったな。お腹ね、そう、お腹これ出てんの。よっ、顔あ、顔ね、大丈夫かな。基本オフ会には参加しないの。じゃあオフライン、オンライン、4日行くしかないみんな4日集まるじゃん、一七組ね。えオフラインオンラインも全部参加してほしいな、みんなに参加してほしいな。こんばんは、キラキラしてる、嬉しい、ありがとう。そう、今日の、え、待ってたんだよ、寂しかった。そう、待ってたんだよ、ワンチャン来るかなって待ってたんだけど、なんか気づいたら終わってた。そう、もうこう持ち時間長かったそう、長かったよ。熱が出た？じゃあ参加する予定だったってこと？それはどういうことかい？大丈夫かい？熱中症かな？なんか落ち込みの原因が私は分かった気がする私が落ち込みの原因が分かった気がするよ。
その今までのずっとなんで私はこのなんて言うんだろう、急に落ち込み絶対になるのか分かった気がする。みんなのせいではないから安心して。それ5長か本当に本当に、みんなのせいではない、普通に。ちょっと私は分かっちゃった、気づいちゃった。あの皆様のせいではないんで、お気になさらず。でも分かっちゃった、なんて言えばいいか分かんないけど、分かった分かったの、言えないけどね、言えないけど分かったよ。ファイブさんたちのしかない。じゃあ私のところにいっぱいちょっと参加してもらいます したいね。はい、いろいろ分かった。そういろいろめっちゃ分かった。そうだから、うん、これからちょっといろいろ考えて行動していく。ちょっと何を言ってるかちょっと自分でも分かんないんですけどそう、ちっちゃに会ったらあと特賞うちは出すだけなんだけどな。特賞うちは出ること願ってる。じゃあさ、4日愛してるってさ、あの時に言ってよ、前座の出てきた瞬間言ってよ。こうだ、タタタタタってできて、じゅっちゃんが一番可愛いよ、その時にその時に言って、愛してるってあの履ける時とかどう、私言われてみたいんだけど。なんかあっち側が楽しそうですねあっち側楽しそうですね、楽しそうですね。あ、お二方、お二方楽しそうですね。一緒にやってんのかな。4日って花火大会、花火大会あるの新潟。じゃあ前座の時にじっちゃんが一番可愛いよって言うね、言ってね、言ってね、約束だよ。 OK、 ナイスね、でもさ、ちゃんと聞こえる言わなきゃダメだよ。マジで今日いい、今日はね、最初の6部はハーフツインして、7があのなんだっけ、もうここでこうしてた、可愛かったかな、可愛かったかな、どうだっただ可愛かった、よかった。ちっちゃん声ありがとう。受付でも言おうか、言ってくれるの、言ってよ可愛い方、可愛かったぜ、やったね。なんかね、結構リボン褒められた、可愛いって。ちょっと写真送って、そうなんかね、そう6部が終わったらそう写真送ってってしてた。これで参加しなかった人たちを後悔させようと思ってでもね、そうなんかでもさ、そう予約の仕方が難しいでしょ。私もね、昔ここの劇場に来ようと思った時に、そのチケット取るのが難しくて、そうシステムがね難しかった時はあるから、同じか分かんないけど分かるんだよ。飛んでいった、疲れ飛んでった、よかった、
オンラインは難しい。なんで？なんで？あ、いで、いで、疲れ、肩張り入らんから。あ、そりゃそうだね、確かに。全然やじちゃんの配信した。あ、ね、そう言ってたね。言ってたね。いいな、お腹空いた。私も食べたい。今日の夜のご飯何にしようかな。春巻きかな。そう、最近春巻きにハマりすぎてやばい。オンラインは不都合あるって聞くから、え、でも不都合あったらさ、あのお問い合わせしてくれればさ、あれできるじゃん、振り替えみたいな。オンラインじっちゃんがめっちゃ可愛かったからオフラインでも会いたくなりました。嬉しいよ、ありがとう。どんぶりの、あ、そう、きそう、麻婆豆腐も残ってんだった。毎日春巻きやね、そう、本当に春巻きなんでやばいよね、ハマりすぎてさ。で、昨日の麻婆豆腐冷凍してあるから、それをチンしてご飯に乗っけて、よし、昨日と同じメニューにしよう。今日餃子食べた。あ、いいね、餃子。でも餃子か、餃子はね、次の日人に会わない時に食べてる。春巻きってうまいよな。そうなんで、美味しいのよ。あの最初のパリがね、好きなの。あと中のああいうね、トロトロのああいうのが好き。帰りはコンビニの春巻き。え、コンビニの春巻きあんの？私ね、揚げたてが好きなんだ。ちょっと贅沢なんですけど。ティナのオンライン買っても言わないでサプライズ登場します。それはびっくりしちゃうな。唐揚げ食べよう。あー、唐揚げもあり。いや、久々にコロッケもありだな。え、どうしよう、悩む。じゃあみんな決めて、コロッケか春巻きか。だって今日さ、帰るの絶対さ遅いからさ、今日はね作らない。帰るの遅い人、疲れた日はね、私は作りません。作り置きを食べたり買ったりする。たまにはコロッケ。みんなコロッケって言うじゃん。春巻きはどっちも買っちゃえば。それはダメだ、明日顔面がむくむ。可愛いネックレスだね。でしょ、あの、これはでも今日はみんなに見せないの。写真でしか見せない、配信では見せない。唐揚げは食べない。唐揚げはちょっと気分じゃない。そうか、むくむのか。そう、明日もだって配信でしょ、だからダメ。このでね、そう、このハートはチャットでしか見せてないし、チャットとオンラインでしか見せないの。オンラインでこれでラブ伝えたから、配信ではしない。意地悪しちゃう。私もさ、誰かとコラボ配信したい。誰かしたいよ。4期の X でじゅっちゃんの写真あげて、あげたい。え、でもさ、ちょっと今日さ、いい感じだからさ、これさスクショしたらさ使えない？ダメかな。ちょっとね、猫さん隠させてもらって。たかし、たかし、確かに、確かにたかし、たかしが一番。4期にお願い。できないんだよ。できないんだよ。分かって、みんな、みんなそろそろ私のことを分かって。スクショして、みんなどんなポーズしたらいい。あれ、たかしてんなら早朝、え、早朝で、あ、あの、あれで、その格好いい時代すれば。うん、したよ、いっぱいいっぱいした。こういうの本当は肩出しもできちゃうやつなんだよ。ふっかりたかし、ふっかりたかし。でもたかしとまだご飯食べに行ったことない。ポニーテールがわかる感じ、こんな感じ。ポニーテールよろしいから、肩出し、こんな感じかい。
こういうのってさ、どこ見たらいいの？カメラ見てたらどんな顔なってんだろう。ちょっとさ、自分でさ、ちょっと一瞬スクショして確認してみていい？じゃちょっとカメラ見てスクショしますんで、ちょっとお待ちください、ね、確認ですね。はい、よいしょ。どうしよう、こんな感じですか？ちょっとお待ちよ、ちょっとお待ちよ。こんな感じで、ここ見て、さ、よし、どうなってる？あ、こんな感じか、オッケーオッケー。にぎやかな人いる？どこに？じゃあちょっと行きますね。はーい。にぎやか？どこが？隣かな。こんな感じですか。どうしよう、ポーズどうしよう。近く？近くに人いないよ。多分ももかっぴが、ああ多分そうだと思う。でも私のところには聞こえない。みんな見に行ってるの？私のところにいるの？どっちなの？いいよね、うらやましい。どうしようね、メンバーいっぱいいない。こんな感じですか？どんな感じですか？こんなのとか、どんなんだっけ、なんかさ、プロペラみたいなんできるよね。ピースして、ピース、めっちゃ地味なやつ、こんなやつ。あえてのこれでどう？こっちの方が好き？イエイ。あ、もう終わります。はい、こんな感じですね。ではでは、ちょっと男女読みしますね。13位カズさん、ありがとうございます。12位ゆきくらげさん、ありがとうございます。入る？ん？入る？うん。もう今男女読みしてる。あ、そうなの？うん。ね、11位ポンタガクハさん、ありがとうございます。10位とびと羽鳥さん、ありがとうございます。ケイバカさん、ありがとうございます。8位アルニストさん、ありがとうございます。7位ミチーさん、ありがとうございます。6位ライトさん、ありがとうございます。5位竹友さん、ありがとうございます。4位ときめきこばさん、ありがとうございます。3位さとしさん、ありがとうございます。2位ストーンさん、ありがとうございます。1位さかしゅうさん、ありがとうございます。バイバイ、みんなバイバイ、バイバイ、ありがとうございました。またね。